日本初の国産ピアノを作り上げたり、世界の有名メーカーが立地することで音楽の街として知られる浜松。そんな浜松市にある楽器博物館はアジア最大級の規模なんです。ねえゆうちゃん、はい、歌を歌うのは知ってたけど楽器は何かやったことある？二十歳の時にアコースティックギターを買って、うん、たまに練習してます。お、私はさ小さい時ピアノやってたんだけど、うん、まあ、その後こうバンドでいろんなのいじらせてもらってさ、だから今日の楽器博物館ものすごい興味あるんだよね。私も楽しみです。浜松市楽器博物館へは東名浜松インターチェンジからおよそ30分です。うわすごい、キラキラキラだね。すっごい大きいし、ね、これも楽器なんだ。いやだ、じゅうちゃんこっちもキラキラだよ。うわいっぱいある。これも全部楽器？館内には1500点の資料が展示されています。よろしくお願いします。2人はガイドツアーに参加させてもらうことに。チュフォックという楽器をご紹介させていただきます。はい、14体大小さまざまなサイズがあります。一番大きい楽器は船じゃない、これ船。すごい響く、ね、響くね、包むだけだから。続いて地下の展示ホールへ。これも楽器？これも楽器なんですよね。はい、こちらも楽器でございます。皆さんご存知なところで言うと木魚と同じような大きな木魚だと思っていただければと思います。音もそういう感じなんですか？そうですね、木魚に近い。コン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 というような音が出ます。ビリンゴレバー、はい、ブラジルバー、ブラジルの楽器ですね。入れていただきます。なんだか複雑な楽器に挑戦してますね。楽器を動かす、はい、でこれもやるでしょ。できないよね。いやあれ難しすぎる。この作業でようやく一人前だ ね。展示品の解説は毎日行われているギャラリートークでも聞くことができます。最後は世界の楽器を演奏できる体験ルーム。感じます。本当？いや、オタルモンゴル来て。いやー、世界にはいろんな楽器があるんだね。なんかその土地の文化とか特色を感じることができたよね。そうだね。祈りの楽器、楽しむ楽器、うん、いろんな歴史と文化があるんだね。この番組はもっと安全に、もっとスムーズに、ネクスコ中日本の提供でお送りしました。新東名伊勢原ジャンクションから伊勢原大山インター間が3月7日に開通しました。江戸時代から大人気、大山は見どころがいっぱい。詳しくは新東名開通で検索。次回は浜松科学館未来イーラ。